インターラー県修道院は、スイスベルン州のインターラー県に1133年頃から1528年まで存在したアウグスティヌス主義、キャノンレギュラーの修道院。現存している建築物は、スイスの重要文化財に指定されている。1133年に神聖ローマ皇帝ロタール三世が、このオーバー,ホーフェン家のセディゲル男爵によって創始された。 修道院を保護下に置いたのが、インターラーケン修道院の修道院長が歴史に言及された最初の出来事である、ローザンヌ教区に属した。1133年の記録によれば、修道院に所属する者たちが修道院長を選出することを許されており、宗教施設の管理官も選ぶことができた。12世紀の間、修道院長は、 ローマ教皇だけでなく司祭の認証を受けていた。1247年までに、修道所も修道院に入るようになっていた。12世紀の間は、フォン・エッシェンバッハ家が、管理官であったが、1308年に、ヨーハン・パリツィーダが、おじのローマ王アルブレヒト一世を暗殺するのを、バルタン・フォン・エッシェンバッハが奉助したので、三百十八年に、アルブレヒトの息子のオーストリア皇。 レオポルト一世が管理官に選ばれて、エッシェンバ・ハ家は管理官の地位を失った。1325年にレオポルト一世が死去すると、修道院長と修道思総会は、弟のオーストリア公、アルブレヒト二世を管理官に選出しており、修道院長と管理官を選定することがまだできていたのである。15世紀に入ると、ベルン政府が修道院の保護者になろうとしたが、 1472年まで、それは実現しなかった。13世紀に入ると、近隣地域やアーレ警告、ギュルベ警告に対し、修道院の影響力が拡大し、24の教会と、数多くの村落や昇園に支配を及ぼし、地域最大の土地持ちの宗教団体となった。トゥーン湖の東側から、ブリエンツ湖の周囲、そしてラウターブルンネム及び、グリンデルバルトの警告地域に、 支配権を持つ土地などが最も密集していた。13世紀から14世紀の初頭にかけて、修道院は発展し繁栄したが、1350年頃から修道院は衝突と構争により、修道士と修道所の減少、そして負債の増大に見舞われる。1310年の文書によると、修道院には30人の司祭と20人の信徒、 そして350人の女性がいたのに対し、1472年には、修道院長、次長、9人の修道士、7人の修練士と27人の修道所となっていて、借地人や近隣住民と多くの問題を抱えるようにさえなっていた。1348年に、グリンデルバルトとビルダースビルは、ウンターバルデンと相互防衛同盟を組んだ。ベルンはこれに対して、 ベルナ・オーバーラントへ軍隊を派遣し、その結果ウンター・バルデンと同盟軍が敗北した。1445年にはジャーク同盟がインターラー県近辺のオーバーラントで決起して、ベルンの徴兵と課税に対抗し、コチューリヒ戦争へと繋がっていった。1746年から1750年にかけて築かれた新城は修道院の勢力を取り壊して建てられた。 14世紀になると、修道士や修道所は、ほとんどの修道規則を守れなくなっていった。1472年には、修道士と修道所の間に暴力を伴う争いが起き、ローザンヌ祭が二度も来訪して、深刻な欠陥を指南する事態に至った。修道院長は逮捕され、修道士の一部は移動されて、他の修道院の者たちが代わりに入った。 そして改革が行われたが、しかし修道所会は1484年に解散し、新しくベルンに開設されたセント・ビンセント修道院に財産が移管された。スイスにおける宗教改革の最中の1528年、インターラーケン修道院は廃止され、世俗化された。修道士は処分金を受け取り、修道院の財産はベルンの管理官の管理下に入った。 修道院の借地人たちは税の廃止を求めて暴動を起こしたがベルン政府によって鎮圧された。宗教改革の後、ベルン政府は修道院の所有していた土地からインターラー県管理管区を創設した。修道院の建物の一部は区長者として使用され、その他の建物は貧困者のための病院とされた。1562年から1563年にかけて、 修道院にある教会の聖火体積は穀物庫及びワインセラーにされた。1746年から1750年の間にサミュエル・ティリアー長官の下修道院の西側の建物が取り壊されて新城と呼ばれる建物が新たに建てられ、その後のインターラー県地方の成長となった。ありがとうございます。